それでも、マスオ翔一氏は、特別のまま、あるいはうまく世を去った、のだろうか。エヴァンゲリオン、ハイチオウの完結を見た、作品は、何かのカリスマを維持したまま、本人のことを知る？人は少数のまま？特別、それとして、それは願いだったろうか。作品は未完のまま、衰弱して、作品のイメージに対して、自身がずれていく苦痛に、喘ぎながら。そこまでして、創作は作らねばならないものか、それは自分も疑問だ。強力な主人公が、強力なまま、正義を語り続ける、というのは無理が出てきた、しかし。格好悪い、その、苦笑する理由で、それはあるいは命さえ削っていくのだ。今後はもう、それを願うことはできないのでは、でも。面白い？疑問にはなる。ともかく。自身の願いを叶えんとすることはできる。そしてその先に戦場がある。